この人も大概頭おかしいからな。おーい、そんなんだから離婚されるんだぞ。この作品の魅力ってやっぱり多分アニメで完成してんじゃないかなって思うくらいではある。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはスパイファミリー第4話見ていこうと思います。前回はついにね、スパイファミリー3人揃ってヨルさんとね、ロイドとこのアーニャのね、この仮初めの関係が始まりつつ、まあね、受験対策に向けて絆をね、とりあえず即席でいいから作っていこうよみたいな感じの話だったわけなんだけど、今回はね、ついにその仮初めの絆を持って受験に挑むということなのでね、アーニャとかがどんな活躍をするのか注目していきたいですね。はい、まあ本当にね、僕原作既読ではあるもののね、本当に印象に残った話しか覚えてないので、本当にこれから先ちょっとどうなっていくのか、まあ半原作既読半未読みたいな感じでやっていこうと思いますのでね、まあ本当にネタバレとかはね、ちょっと本当に知らず知らずのうちにやってしまうかもしれないので、本当に気をつけていただけたらなというふうに思います。それでは見ていきましょう。スパイファミリー第4話、よーい、アクション。それでは見ていきましょう、よーい、スタート。さあ面接やっていきましょう。ドゥルルルン、ミックスナッツ。さあ、やべ、何度か聞いて覚えようと思ったのに忘れてた。いいよな。ピアーニ、かわいいよね、歌詞が地味に。さあ、どういう展開になっていくんだったかな。最終面接何が起きてるったっけな。何が起きたんだっけな。早速よく覚えていないけれども、まあ、今回ね、面接ということなので。なんかさ、アニメになって夜さんがクソ可愛いんだが、マジで。ちょっと頭おかしくなっちゃう、僕。なんか、静止画で映らないキャラの魅力っていうのが全員掘り下げられててやばいわ。一番びっくりしたのは本当にヨルさんのこの定番のセーターがあんなに背中空いてるとは思わなかったな。あんな美人だとは。さあ、行きましょう。アーニャ、オッケー。ちょっと怪しいな。頑張ります。まあね。まあなんとかね、アーニャがね、いろいろすればなんとかなると思うんでね。大丈夫ます。まあデスマスはジャパニーズだからな。感覚、ひりつく。ほら。敵。すごいな。二人とも感じ取ってるわけだ。みんなだ。すげえな。採点だ。もう歩いてるところから採点は始まっているのだ。始まっている。バツ。だからここで、子供が気を抜いてたらもうダメだってことだな。お、出た。出た。エレガンス。マスター。ウェイ。そうだな。すべてがエレガンス。そうね。エレガンスと哀れが学園を支配するこの世界。
ロイドたち見てる。エレガンス力。やっぱり、お？あら、けえ、エレガンス。造作もない。そうね。そうね。正しい。あら、考えてることはエレガンスじゃない。エレガント。ベリーエレガント。フォージャー一家。ギリギリなんだ。自我。ほんとよな。ああ、そういうのもいるんだ、やっぱり。ね、まあでもマジでロイドに合わすときはどうにでもなるよな。そこに至れるかどうかだな。ああ。多分落ちる側の面接と、次の面接って感じ分けてるんだろうね。ダメ。かわいそう。助けてこいと。あら、かわいい。ああ、汚れが。単位のため。とんでもないことをさせているな。そうね。どうする？え？エレガンス。エレガント。エレガンスとエレガントの違いがよくわからん。かわいい。あげるます。あら。お？助けちゃいけないんだね。あ、助けてはいいんだ。あら。あら、よくできてる。そうね。そうか、そうか。そうね。あえて汚れる前提で。ああ、エレガントすぎる。やばい、心臓に、エレガントを受ける。エレガント。この人も大概頭おかしいからな。もうお分かりの通り。なるほど。おお。なんだ？おかしいだろ。汚したいのか、そこまでして。やばいやばい、土ぼこりにまみれてまうわ。ここは、フォーメ。ああ。え？そうね。ああ、やばい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 。牛が、危ねえ。おお、汚れる。ワイルドになってしまった、スーツが。あ、やばい、パニックになって、頭が。もう止めるしかないぞ。夜さん。よし。このバトルに関しては夜さんに任せよう。怖すぎ。顔が怖すぎる。強すぎる。
うち、もう、動物もドン引き。怖がってる。あにゃん？あらー。牛も納得したよ。ん？いいね。そうかそうか、そうやそうだな。動物のあれも読めるんだったな、確か。おっちょ、おかしくなってる。あ？ハウスマスター、寮長。今日のところ、ああ、破れちゃってるね。ああ。OK, ありがとうございます。認められた。そうね。まさか？すごすぎる。ちょ、先回りしすぎてるよね。盗聴してる。やばい、圧迫面接。ごめんなさい。まあ、あんだけ圧かけられたら怖いよな。お？そうね。アーニャは怖いよ。まあ人に任せることになってるからね。それは緊張するよな。一人でならなんとかなるかもだけど。さて、レッツゴー。見ていこう。さあ。まあそうね。一番の難所ではあると思うわ。さあ。しっかり、こう、情報を得てるね。まあ、場を乱すのが、こっちの人なんだね。あ、はい。そうね。うん。はい、肉体言語での会話なんだけど。まあそうね、それは、いいね。事実を、あれで、ちょい盛りにしてる。そうね。さ。コブ付き。そうね。まあ、この人が乱す役割なんだろうけどね。若いな。47。円子か。コネか。うん。悲しい。そりゃ、そういうことだね。まあ、乱す役ではないと。うん。おお。ああ、しっかり用意してるはずだよね、そこら辺はね。性格エレガントって。
さあ、ここら辺からかな。人の心が読めて可愛い。これが なるほど。さあ、練習通りに行こう。うん。さあ、動くぞ。あ、いや。ピーナッツを。うん。ん？おーい！おーい！そうです。そうですよ。人間の掃除も人間の調理も。おーい！そんなんだから離婚されるんだぞ、お前は。あら。ピンチ。さあ、どうするアーニャ。アーニャちゃんに。やばいな。険悪になってるのを察してる。どんなことをしてるか。オペラ食べたり？あ、オペラあれか。ケーキのことかな？ん？ははははは！やばい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 。そうね。そうです。てっぺん取るから。お！いい方向に作用してるな。お！さあ、校長の名前。ベネディク。ちょっと、スレスレ。さあ、ロイド考えて。お。なるほど。ダメだ。もうバフがかかっちゃってるからな。この人たちはエレガントっていうあれがあるから、何答えてもエレガントに捉えてくれる。お、精神科医。お、危ない。ああ、いいね。自分で考えたところには、一切、お。わーお、なかなかひどいこと言うね。そりゃそうなるわ。考えてくれてる？あ、そうか！伝わんねえしもんね！うん。はい。おお！
やばい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 、ちょ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 、そうだ、うん、ちょ、おいおいおい、あ、感情に打ち抜かれました。輝いたそうです。輝いたんですよ。はっきり言いましたね。そう、みんな心の部分はね、繋がってる。そうだ。お、シンプルに最低だよな。うん。リーデンとして。うわ！これがエレガンスパンチです。顔が何も見えねえになってしまいました。いいね、エレガント。まあそうね、権力に向き合うよりもイーデンと、この高校としてと、そういう感じですね。なかなか難しいところだな。でもみんなやっぱり、いやでも人としては大合格だけどね。そうか、伝わっちゃったんだ。辛いよな。うん、いやー、みんなそう仕事だって言ってるけど、心の奥では、あ、うん、すごい人だったね。まあでも、あれをさ、許しちゃうともうダメだよな、あんなの。あれは心からの言葉だよ。ピーナッツ食べよ。不穏すぎる。いかに、オーケー。いいね。いいんだよな、この言語化されてない部分っていうかさ、やっぱり表で流れてる部分の感情と裏側の感情、しっかり二重構造になってて、それがわかりやすくなってるのがいいよね。表の顔と裏の顔っていう、アーニャだけがどっちも知ってるからこそ、アーニャの言葉に裏の顔が動くんだよ。裏の顔っていうか表の顔っていうか、どっちかね。この場合だと裏の顔がスパイだから、どっちがどっちっていう感じではあるんだけど、アーニャだけが根っこに触れることができるから、本当にアーニャの動きでロイドやヨルさんのね、この感情が変化していくわけだよね。そこがいいんだよな。さあさあ、いいね。こっから先どうなっていくのか注目ですね。いいね、アーニャの動きがいいね。いつもやっぱり他人にこう、他人の考えに影響されて動いているアーニャが、やっぱりこう自分の心を話すときだけ、この他人のこの考えの影響を受けてないっていう描写になってるのがいいよね。常にこうピロ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 って音が流れてるのに、すごいわかりやすくなってると思いますよ、この作品。この作品の魅力ってやっぱり多分アニメで完成してんじゃないかなって思うくらいではある。原作じゃ多分ここまで入ってこないかな。原作が悪いわけじゃないんだけど、原作は漫画としてすごいいいけど、
作品として完成させるならやっぱりアニメの演出がすごいハマってるなって感じはするかな。本質に気づけてるもん、この作品。 OK Next Mission いいなぁ、夜さん。さあ、うおOK, OK, OK. はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いや、いいですね。素晴らしいなというふうに思います。見ててすごいハッピーになったね。うん、あったかいなっていうふうに思う。なんかやっぱりこういう話だったんだっていうのをね、アニメで分かった。なんか漫画で読んでた時とはやっぱり違って、なんか演出だったり音だったりとか、やっぱり何キャラの持つパワーっていうのがより一倍強くアニメでは出てるから、こう見ててただのコメディ作品じゃないんだなっていうのは非常に強く伝わってきますよね、これを見てると。やっぱりだからこそ、やっぱりこのなんかやっぱり原作的にもかなりこれ多分ゆっくりなんだよ、テンポ。この作品、このアニメって、うん、だってまだ序盤も序盤でさらに導入だからね、うん、4まで、うん、だからかなりじっくりやってんのも、そういうなんかロイドたちが過ごしている日常っていうのを追体験させて、このね家族にもっともっと感情移入させるように、こうしっかりとこう丁寧に丁寧に一個一個描写してるっていう感じなんだろうけど、いやー、いいですね。原作はもうちょいテンポ良かった気がするんだよね。もっともっと切って切って切って次次次次っていう感じのコメディ的な、なんかやっぱりコメディらしいテンポでこう話が進んでるけど、これになるとやっぱりなんか家族ドキュメンタリーというかさ、なんかファミリービデオ感がすごい強いですよね。なんかこう、だからロイドたちが記録として残してる、この毎日、仮初めの毎日っていうような感じが非常に強く感じますよね、この作品からは。うん。今もなんか本当にただの日常系じゃないなっていうのは、またまた思うところではありますけれどもね。いやー、いいですね。あの顔潰すシーンとかいいよね、やっぱり。でもやっぱりあれはダメだよな。あれはやりすぎだよな、マジで。子供泣かして、おいおい泣いちゃダメだよ、なんて言ってる面接は、そりゃもう怒りますよ。うん。本当にね、アーニャがこの根っこの部分をくすぐるからこそ、ロイドもね、もう感情的になってしまう。多分以前、アーニャと出会う前、アーニャじゃない時のロイドなら、多分平然と受け流して対処するはずだったんだけど、やっぱりアーニャがね、こう、ロイドのこの人間の奥にある、しっかり人間として存在するはずの、この根っこの部分、感情の根っこの部分をしっかりこう揺さぶってきてるから、ついついね、こう出てきちゃうっていう、なんかやっぱり父親らしい行動を取らせてしまうっていうのがね、めちゃめちゃいいなというふうに思います。多分あれはやっぱり、アーニャ以外の子供じゃできなかったのかなっていうふうに思う。アーニャは本当に人の心が読めるだけで、本当にそこら辺の子供以上に子供だと思うし、うん、やっぱりこう、本当にそれだけなんだよね、アーニャって。テレパシーで人の子の心が読めるってだけで、本当に等身大の女の子だから、やっぱりこう、下手な刺激をしたらそれは泣いちゃうし、やっぱり良くないっていうことを多分、より一層知らしめてるというか、心を読むように動いて、頭いいように見えてそうじゃないっていうそのギャップが、またね、ロイドにこう、非常にこう、親としての側面を根付かせているのかなっていう風に見てて思いますよね。いや、でも、なかなか、ひどいよな、本当に。でもやっぱり知っちゃったわけだよな、やっぱり、もう、ってなった時に。ああ、アーニャ、あ、そうなの?みたいな。あ、そうなの?こんなところで聞くとは思わなかった。ああ、もうダメよ、みたいな。泣いてしまう。わー、でもアーニャの親に関してはどうなんだろうね。うん。未だに僕も知らないし、もしやってたらはごめんなんだけど、覚えてないんだけど、いやー、どうなっていくのか気になるところではありますよね。うん、非常に気になります。いや、でもやっぱりいいんだよな。アーニャはやっぱり本当にそう、なんかこう、何?心を読んでない部分に本音がしっかり隠されてるっていうか、やっぱりこう、なんだろう、自分で考えてするべきことはしっかり分かってるっていう、この人の心を読み続けるわけじゃないっていうのがいいんだよね。この大好きですっていうのは、誰にも影響されてない自分の本心からの言葉なんだよっていうのがね、非常にいいと思うし、そう言ってくれることが本当にヨルさんにもすごい刺さったと思うし、ロイドにも刺さったと思うんだよね。ああ、親になるってこういうことなのかなっていうふうに思ったりとか、やっぱりこれはあくまで任務として家族のふりをしてるけど、本当にこれから先、いやー、一緒になって、いやー、いやー、いやー、みたいな感じになっていくのかなっていうふうに思うと、この3人の今後がとてもとても気になっていく感じですね。はい、というわけで、まあ今回はこんな感じで終わろうかなというふうに思いますね。なかなかエレガント寮長がかなりエレガントだったね。原作でもかなりエレガントしてたけど、ちょっと、パワーマシマシになってました。はい。というわけで、とてもとても素晴らしいアニメ化になってますな、というような感じで、今回終わろうと思います。なんかコメントあればください。ロイドとか、アーニャーとか、あのジジイ許せねえとか、エレガンス、エレガンス&エレガント、素晴らしいとか、いろいろコメントお待ちしておりますので、いろいろください。以上、スパイファミリー第5、ん?以上、スパイファミリー第4話でした。バイバイ。